ミクロものづくり岡山は、岡山に集積する高精度なものづくり技術をベースに、産学官連携によりイノベーションを創出し、新たな産業クラスターの形成を目指す取り組みです。岡山県は古くから造船や農機具、自動車製造などが盛んでした。そこで培われたのが高度な精密加工技術。数多くのオンリーワン、ナンバーワン企業が存在しています。大物から小物まで高精度に加工できるものづくり企業の技術、大学や研究機関などの知的資源、これらを融合し岡山県経済を支える新しい産業の創出を目指して設立されたのが、産学官連携組織ミクロものづくり岡山推進協議会です。その発展の方向性は、これまで培った大物精密加工をベースに技術の幅を広げていくというもの。微細加工分野の技術力を高め、これからのニーズに合ったものづくりへ展開していきます。特に今後成長が見込まれる次世代自動車、航空機、高度医療機器、ロボットの4分野に重点を置き、革新的な新技術、新製品の開発を目指した取り組みを進めていきます。晴れの国が育む確かな技術、産学官連携によりさらに高度で洗練された技術へ、新たな時代を開くネクストイノベーション、ミクロものづくり岡山。